今回はですね、第五中足骨の骨折をですね、なぜ治りが悪いのかというのをですね、細かく徹底解説していきたいと思います。まずですね、画面上に出ている解剖図をご覧ください。よくある第五中足骨を3つのパターンに分けて解説していきたいと思います。まずですね、この1番なんですけども、この1番は第五中足骨の中でも一番治りやすいと言われています。でその次が、強いて、もちろん個人差もあるんですけども、3ですね。3が比較的治りやすい。一番治りにくいのはこの2番です。この2番の部分の骨折を第五中足骨の骨折でも、その中でもジョーンズ骨折って言われてて、この部分が一番治り悪いんです。その理由が、もうこれ血管を出しているんですけども、血管の血流がめっちゃ悪いんです。で、2ってこの細いところから逆行してくるのが分かりますかね。で1番のところはそのまま、上から1番の骨折した方につながっているんですけども、2はここの部分から骨の中に入っていくんですけども、ここから細いのが入って逆行していくんです。もうなんていうんですかね、もう家事を普通の家庭用のホースで消してるみたいな感じ。もうそんなイメージです。それは消えないよねみたいな感じで、もう例えばいいのか分からないんですけど、血流が悪いところで、それも相重なって骨折がなかなか治らないと言われてます。平気で8週から10週いっちゃいます。で、長い人も12週、でも本当に長い人も半年なんかもいっちゃいます。で、手術なんかも推奨される骨折でもあって、1ヶ月とかで治るってことはまずないのかなって感じですね。なんで少し時間がかかってもそんなにへこむ必要はなくて、むしろこんだけ血流が悪いと思うんで、そういうものなんだなと踏まえて、腰を据えて治療に励んでいくのがいいのかなと思います。海外のですね、整形外科医のドクターもですね、長期かかるものに関しては超音波をかなり推奨してますんで、積極的に超音波治療なんかやりながら骨の治癒を図っていくのがいいのかなと思います。この動画をご覧になって安心していただければいいね、このチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。今日はこんな形式でお届けしました。またアップしていきますんで